皆さんこんにちは、サンプラスの谷水力です。この動画は俳優である僕たちが中国語でのセリフに挑戦して演じる短編ドラマです。セリフを通じて一緒に中国語に触れていきましょう。今回登場するフレーズは辛苦了、お疲れ様、相手をねぎらうときに使えるフレーズです。いよいよ最終回、ドラマを見ながら一緒に練習していきましょう。你对象叫什么名字来着？他叫王美。怎么了？那样的女友太糟糕了吧？要是我女儿的话，一定会训一顿。发型怎么样？你有没有不满意的地方？没有，辛苦了。ここで今日のフレーズが出ましたね。発音を聞いてみましょう。辛苦了。お疲れ様。辛苦は大変な状態を表す形容詞。了は何々になったという変化を表します。あなたは大変な状態になりましたねと相手をねぎらう表現になります。日本では学校や職場から帰るときにお疲れと挨拶のように言ったりもしますが、そういうシーンでは辛苦了よりも再见、またねなどという言い方が合っています。それではもう一度発音をおさらい。辛苦了。いかがですか？それではいよいよ最終回、続きをどうぞ。没有，辛苦了。哦，欢迎光临。您好，我是来应聘的。哦，你是？我是山寻王美。山寻王美，王美。你们认识我女友吗？她是我女儿啊。那是我对象。啊？啊！别跑，停下！唐医生啊，请慢走。